開けるな！な、何今の、はあ、本当に聞こえたのか分からなくなってきたよ。ねえナオミ、ん？お尻の薬持ってない？塗るやつ。え？あんたまた？最近なんかお尻の調子悪くてさ。普通の軟膏ならあるよ。ほれ。サンキュー。じゃあちょっと塗った食ってくる。ありがとう、ナオミ。ああ、うん。あれ、あそこ開いたの？ん？さっき、あそこの扉、開かなかったような気がする。そうだっけ？なんとなくあの個室に入ったんだけど。まあいいや。ねえ、セイコ、今外で、ユカちゃんの声が聞こえたの。ほんと？行ってみようか。足の捻挫きつそうだね。そう、ほら、私ありがとう。気にしない、気に。言わないでよ、本当に吐いちゃうじゃない。ごめん。
意外と誇りっぽ。本当だ、よかったね、ナオミ。とりあえず休みなよ。うん、じゃあちょっと横になるね。なんでそんな隅っこに？隅っこの方が落ち着くんだ、私。わかる、私もそうだよ。なんか足首固定できるものないかな。ちょっと休んでて、ナオミ。うん、すまないね。感謝には及ばねえよ、ナオミさん。よしよし、板切れと包帯ゲットしたよ。はい、ありがとう、助かる。おし、完璧。どう？あ、すごい楽。成功、ありがとう。どういたしまして。私も前足首やった時あるんだ。あと冷やすものでもあればいいんだけどね。助かったよ。って寝てるし。いいけど。お許しもゲット。うん、ぷぷぷぷ。では遠慮なく。相変わらず変な子だね。ねえねえ、ナオミ。ん？持田くんに会ったら何したい？は？だってさ、ほら、極限状態に置かれた二人って恋に落ちやすいって言うじゃん。もう覚悟決めて告っちゃいなよ。きっとナオミのことも可愛さ3割増しで見えるって、持田くん。あんたといるとなんか普通にいつもの学校で喋ってるみたいだよ。ありがとう、考えとく。早く会えるといいね。うん。でも一方で彼までこんなひどい目に遭ってなければよかったのにって、ここにいなければよかったのにって心配してるんだよね、ナオミ。これって母性みたいなもの？軽い口調でよく見てるよね、この子。さっきから結構辛く当たってるな、私。後で謝らなきゃ。ごくりって何？すまねえ、ナオミさんの尻見てると生唾が。意味わかんない。お兄ちゃん！またユカちゃんの声聞こえたね。ナオミはもう少し休んでて、すぐ戻る。心配だから私も行くよ。大丈夫だよ。でもせっかくだし、もう少し休んでなよ。うん、わかったわ。あ、本当に楽になった。先生、みんな。ちょっとサトシ、何しがみついてるのよ。すまん、見えなくて。もう可愛いんだから。会いたいよ。なんでこんなことに。
して鍵まで閉めてるの？嘘。夏休みには皆さんで遠足に出かけましょうね。誰？何？なんか頭が痛いな。さっちゃん、迎えに来てくれたの？逃げなきゃ！何よ！ごめん、戻しちゃった。謝ることないじゃん。かわいそうに、ナオミ。大丈夫、吐いちゃったら楽になるよ。背中、さすってあげる。ありがとう。もう平気っぽい。ゆかちゃん、いた？ううん。やっぱりここには、この学校には、私たち二人しか。生きてる、静かすぎるもの。ナオミは、もうベッドで休んでなくて平気なの？休んでたら急にね、真っ黒な、幽霊みたいのが出て。マジ？大丈夫だった？なんとか、あの部屋、もう近寄らない方がいいわ。そう、よかった、とりあえず無事で。じゃあ、そろそろ行こっか。立てる？ええ。でも、行くってどこに？もう、だいたい回ったじゃん、校舎。みんな、死んでたじゃん。あ、やばい。また私。もう、無理だよ、きっと。疲れた。
また子供みたいになってる。ナオミ、元気出して。なんとかなるよ。ありえないじゃん、死ぬなんて。私たち明日は朝一でカットの予約入れてるし、午後からほら一緒に自転車直しに行くの。ついてきてくれるんでしょ。帰れたらね。聖子に当たっても仕方ないじゃん。止めなきゃ。ナオミ疲れちゃった。らしくないよ。なんかもっと上げていこうよ。そしたらこ…ねえ、何がそう楽しいの？ん？